はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。まもなく1時になろうとしてますね。1月27日木曜日でございまして、今日のね、日経平均ね、5番始まってからまた下げててね、今ね、マイナス847円。すごいね、これ。まあでも、一番安値は26,097円ですけど、今。26,166円ですから、まあ、多少は盛り返しますね。ウォンもね、1203になってますね。まあ、これは置いときましょう。本題いきます。産経新聞、これは26日、昨日ですね、20時45分、五輪目前。目前ですね。来週。もう1週間先ですね。五輪目前、中国外交的ボイコット切り崩しに躍起という記事がございます。貼っときますけども、三塚翔平さん、ね、おなじみですね。北京駐在。駐在って言わへんか。まあまあ、北京にいらっしゃるでしょうね、きっと。来月4日に迫る北京冬季五輪の開幕を前に、中国が外交的ボイコットの切り崩しに躍起だ。25日には習近平国家主席と首脳会議を行った中央アジア各国の首脳が開会式出席を熱望したと発表したほか、韓国から国会議長が参加することに歓迎を表明。習政権の威信をかけ、国際的な孤立感を払拭しようとしている。中国って本当分かりやすい国でね、こう、キャン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 言うてる反対のところに真実があるんですよ。つまり、ね、熱望してる国が行さんあったりとかですね、国会議長が来たって歓迎してるということは、もうそれだけね、その、逆にね、いろんな国が、アメリカをはじめいろんな国が外交ボイコットしていることに対して、ね、すごくね、こう痛みを感じているということなんですよね。習氏は25日、カザフスタンなど中央アジア5カ国の首脳と国交樹立30年を記念してオンライン形式で首脳会議を開いた。中国外務省の発表によると、5カ国の首脳は揃って来週訪中して開会式に出席することを熱望していると表明。これ多分ね、こういうことはあらかじめ外交当局が根回しをしたのだろうと思いますね。で、熱望というふうに言うてくれというふうに言うたんでしょうね。まあ、それで、中国のやり方はね、まず、その、主要人物に、ハニトラをかけてですね、で、それで首根っこを押さえてですね、ほんで、お小遣いやんでっていうわけですね。もう、あらゆるところでそれをやってます。だから中央アジアの主要な国も全部それを やってですね、そのまあ言ってみれば全員パンダハガにしてるわけですね。で彼らにこう言えって言ったら、はーいって言うこと聞くわけですよ。で熱望と言えって言ったら、はい言いますって熱望って言うたわけですね。というふうに私は読みます。さらに中国が北京冬季五輪を予定通り順調に成功させ、世界により多くの自信と希望をもたらすと信じていると発言したと中国側は強調している。まあ、そう言わしたんでしょうね。中国外務省の張立健、あの嫌な顔のおっさんですね。報道官は25日の記者会見で、韓国のパク・ビョンソク国会議長が五輪開会式に出席することに対して、韓国は一貫して積極的に北京冬季五輪の開催を支持してきた。これは五輪精神に合致し、中韓友好の表れでもあると歓迎した。尻尾振ってきたから、よしよしって言うてる。よし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 。お前はええぞって。もうちょっとですね、北京冬季五輪をめぐっては、中国政府による新疆ウイグル自治区や香港などにおける人権問題を背景に、米国や英国などが政府代表を派遣しない外交的ボイコットを決定。中国側はそうした動きはごく一部に過ぎないとアピールしている。
と中国がそう言ってるということは、ごく一部ではなくて大半の国がそういうふうに動いてるということなんですね。主だった国がそういうふうに動いてるということですね。だからそれを非常に気にしているということですね。わざわざ報道官がそれを言うということは。習氏は25日北京市中央部の釣り魚台迎賓館で、ここね、僕ね、行ったことあるんですよ。まあまあいいとこですよ。もう何年前でしょうね、21ぐらいの時ですから40年近く前ですね。釣り魚台って言って、でそこに連れて行かれて、ここが釣り魚台ですって言われて、ふーって、って、ここを何するところだと思いますかって言うから、ここで宴会やったら楽しんじゃうのって言ったら、その通りって言われた。なんかそういう思い出があります。情景はもう覚えてませんけどね。国際オリンピック委員会、各 IOC のバッハ会長と会談した。習氏は、北京冬季五輪は中国人民だけでなく国際社会の支持も得ていると主張。そんなわざわざ主張せんでええやん。わざわざ主張するということは、国際社会の支持を得ていないのかもしれないということですね。あるいは国際社会の支持を得たいという主張かもしれないですね。まあ大体ね、中国でやることってね、非常にわかりやすい。非常にわかりやすい。外交的ボイコットを意に介していないことを示す発言と見られ、そうそう、その通りなんです。気にしてへんもんって言ってるということは、ものすごく気にしてるということなんですね。バッハ氏も国際社会はスポーツの政治問題化に反対していると応じたということで、この記事は終わっていますね。貼っときましょう。非常にわかりやすい、中国という国は本当にわかりやすくってですね。この前ね、何やったかな、カナダから送られてきたもの、郵便にコロナ菌が付着していて、それでこう、感染が拡大したみたいなことをですね、中国のその部署が発表してたんですけど、カナダが何言うてんのみたいな、こう、あれを出しましたね、コメントを出しました。なんでそんなことをわざわざ言うかというとですね、中国、コロナ自体がですね、中国のあの武漢のあの研究所から漏れたという説が世界に蔓延しててですね、多くの人はそれを信じてるわけですね。で、多分バイデンはその証拠を握ってるんですけど、あえて言わないんでしょうね。で、その武漢の研究所から漏洩したという事実が広まらないように、いろんなこうフェイクをしてるわけですよ、中国は。冷凍食品に付着してきたのが広がったとかね。で、要は、海外から来たと言いたいんですよ。それを言うためにいろんなこうフェイクをするわけですけども、その一つがこの前のカナダから送られてきた手紙にコロナが付着していたから、そこで感染が広がったという説なんですけど、そんなこと言ったら世界の貿易止まりますよ、はっきり言って。で、世界中はそんなこと誰も信じないわけですよ。ほんでカナダが非常に変な説やなとかって、我が国の見解とは違うというふうに発表してました。わかりやすくってね、非常に幼稚なんですよ、やり方が。なんで幼稚かと言いますと、その習近平という人が、あんまりその若い時に勉強していないんですね。それは彼本人が悪いんではなくて、文化大革命というあのおかしな 大運動があったおかげで、彼は普通の中等教育を受けていないんですよ。我々が高校ぐらいまで学ぶようなことをほとんど受けていなくて、で、そのままですね、共産党の幹部になって、上り詰めて今にあるわけですけども、とすると、一般的な、高校レベルぐらいまでの、こう、自然科学の知識は多分ないんだと思うんですね。で、それでこう、そういうことを、そんなん外国から来たことにせえとかって言うてるんでしょうね。で、多分、物を言えない雰囲気になってて、今ですね、周りが。いや、そんなことありえないですよって言う人はいないんでしょうね。だからかなりですね、こう裸の王様的になっていてですね、それのこうやたらと、そのどう言いますかね、こう常識的ではない指示を飛ばすんで、それに従って周りもですね、もうイエスマンだらけですから、もう言わなしゃあない、やらなしゃあないっていうことをやってるようなところがあるんちゃうんかなというふうに私は思いますけどね。それで思考が非常に単純なんで、もう自分に反対するやつは全部逮捕せえということで今までやってきたわけです。
で、言うこと聞かん国は騙せろというふうにやってきたわけですね。で、新疆ウイグルもですね、あいつらもう容赦なくやっつけろと、もう殲滅せえと言うてるわけですね。で、その結果、今回の外交ボイコットとかですね、につながってるんですけども、それに関しては自分の非を絶対認めようとしない。だからね、こういう、こう、なんとも稚拙なですね、北京五輪は支持されてるんやとかね、各国首脳が参加しようとしてるんやとかっていうことをですね、言うてるわけであって、まあまあ、昔のね、中国ってもうちょっと賢かったんですけど、この習近平の中国の本当の、この稚拙な動きというのはですね、分かりやすいです。非常に分かりやすい。だからこう言うてるというところの裏返しのところに本音があるということですね。だから北京五輪は支持されてるというふうな体裁を取りたいという願望がですね、こういった行為に現れてるんだなと思わせる記事でございました。この産経のサイト貼っておきますんで、今全部読みましたけども、確認されたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。